チャールズさんのところを出てからもうどれくらい経ってしまったんだろうか。パイルバンカーがいっぱい刺さってるところに行くんやったっけ。映画に会うために歩き続けた。でももはや歩くこともままならず、今や何のために歩き続けているのかさえわからなくなってきていた。姉さん、俺もしかして目が覚めると全身に痛みが走った。助けてくれたのはとても優しそうな人だったけど、ああ絶望病のウィリアム・ B ・バクスター。ウィルは空腹の俺にスープを用意してくれて、絶望病の彼女や奥さんか、マーサさんを紹介してくれた。隣のベッドにいたマーサさんはコンパクトライブを見つめ全く動かず、絶望病ということが一目で分かった。普通に話しかけているウィルに俺は何を言ったらいいかわからなかった。まだ体中が痛かったけど一眠りしたから少しは動けそうだった。ベッドが2つ、コップが2つ、お皿が2枚、椅子が2つ、何もかもが2つ揃った家だった。外に出るとウィルがパイルバンカーを抜いていた。どうして抜いているのか俺には意味がさっぱりわからない。どうやったのか、なぜ抜いたのかを聞いたけど俺ははっきりと理解できなかった。ウィルはマーサさんに話しかけたりスープを飲ませたりしている。見ているこっちが辛くなる光景だった。周りの人が絶望しなければ絶望病じゃないというウィルの話にも思わず、そんなの言葉遊びじゃないかと追い詰めるようなことを言ってしまった。そんな俺にウィルは2人に起こった出来事、そしてマーサさんを何があっても愛し続けると誓った約束のことを話してくれた。世界の終わりが来ようとも一緒にいようと思える人。一瞬マーサさんがエウレカに見えた。エウレカへのチャールズさんとの約束。俺はウィルの家を後にするとギアナスシティへと向かった。俺は月光号に戻るんだ。エウレカに会いに。続く。